はい、皆さんごきげんようどうも隊長です。今日の動画は、ちょっとタイトルにも書いてある通りなんですけど、シージのミンドについてちょっと話していこうかなと思います。まあ、最近ね、やっぱシージ始めた人で、まあ配信とかでよく来るんですけど、まあ、シージのミンドってなんでこ低いんですかっていうことで、俺なりにちょっとまとめてみました。はい。で、このゲームさ、もうリリースからさ、7年経ってるんですよ。すごいよね、7年、7年ですよ。で、7年経って、 いわゆる7年ってことは中1から始めたとして中1って13歳でしょ ?12 歳とか13歳でしょで13歳だとして7年だからさ20歳よその中学1年生の子はもう20歳になってるわけ中1で始めた子は、まあ、何が言いたいかっていうと精神面も体格面も大人になってるはずなんですよなのにもかかわらず民度が低い 民度が低い、低いイコール精神年齢が低いとか、まあその人の性格ですよね。性格に問題があるから。まあ個人の性格だからね、これに関して言えば。なので、まあ僕はね、あの成長してないんじゃないかなっていう解釈でいます。はい。で、やっぱシージってさ、競争性のあるゲームじゃん。まあ競争性が激しいゲームだから、やっぱ勝ちたいとかね、思う人たちたくさんいると思うんですよ。まあそこでやっぱ生じてしまうというか、まあ目立っちゃうのかなっていう感じもしますよね。 ただ、俺もね、ちょっと受け入れられないことがいくつかあります。受け入れられないっていうか、なんか、うん、考えられない。うん、なんだこいつらみたいな奴らいますよ。例えばね、否定から入るやつね。うん、これどういう状況であるかっていうと、僕やっぱ配信者とか実況者やってるんで、もうこれすんげえわかるんですけど、なんかクラッチの動画とか上げる、あげるじゃん。上げたらなんか否定から入るやついいんだよね。敵が弱いとか、俺の方が強いとかなんか変な風にマウント取ってくる人知識とかでもあるんですけど。 それってさ、なんか言う必要あんのまあ、それと関連付けて、なんかツイッターでなんか晒してるやつもう俺考えられん、あれ。恥ずかしくないんかな普通に。って僕は思います。はい。まあ、俺のこと自分で善人だとは思ってないけど、でも、まず人に迷惑をかけないからね。うん。で、つまりね、言わなくてもいいことを、まあ、言っちゃう人たちがやっぱ多いって、これっていわゆるやっぱ精神年齢が低い。大人じゃない。器が小さい。うん。そういうのが原因です。で今日はなんだこれは。心理学か まあね、人生ね、こう生きてればね、一人や二人ぐらいさ、まあ縁を切るじゃないですけど、まあ今後一生関わらないだろうなっていう人たちは、まあいますよ。うん、僕もいるもん、元カノとかそうだもん。うん、それは関係ないな。すいませんでした。まあいわゆる受け入れられない人たちですよね。うーん、まあ一定数いるわけであって、もう俺からしたらそういった人たちがやっぱ受け入れられないっていうか、まあ無視ですよね、する。うーん。 まあこれを言ってしまうとちょっと怒られるのかわかんないけど、俺はね、たかがゲームだと思ってるんですよ。やっぱちょっとツイッターとかあったらやっぱ DM とかね、うん、あの、あとはフォローレンダーとかありましたよね、前までね。いや、ガチやべえなって俺思ってたんですけど、ああ、そう、え、待って、ああいうのってさ、しないと感情が収まんないのかなわかんないけど、してないと落ち着かないんですかってかし、して何になるんですか なんか嫌がらせってか人に迷惑かけるのが楽しいみたいな、そういう感じですか外悪すぎだろ <laughs> せめてさ、中身だけでもかっこよくいろよって俺は思う。まあ、恋愛とかね、してる人いたら、まあ俺のその、今の言った意味がわかるかもしんないけど、やっぱ内面って重要じゃん容姿が良くてもさ、内面クズだったらどうなん浮気症とかさ、付き合いたくないよね。 僕がね、こんな風に言っててもね、まあ、民度って変わんないんですよ。うん。影響力ある人が言ってもね、やっぱり性格って変えられるようなもんじゃない、簡単にね。だって、メンヘラがさ、いきなりポジティブになると思う。ならないでしょ。やっぱりそういう民度の低いようなことをしている人たちって、まあ、リアトもいると思うんですけど、そのリアトもどう思ってるんですかね。ルイは友を呼ぶってことで、やっぱ同じような、うん、思考を持った人たちがいるのか、 誰も止めないのかなって僕は思っちゃいました。うん。俺のね、周りはめちゃくちゃいい人たちばっかりよ。今付き合い長い人たちはね、悪い人いないですもん。だからやっぱなんかそういうことを思うとやっぱ可哀想だなーって思っちゃうし、まあ余計なお世話かもしんないけど、まあ変わってほしいなと思いますよ。うん、大人になろうよというか。だってさ、意味ないもんその性格持っても、かっこよくないし。 まあ自分さえ良きりゃいいやって思ってるような人たちもまあ、いますよね。うん、います。います。正直いますよ。まあそういう人たちにね、遭遇したらそういうのも無視するべきだね。なので、まあ皆さんもね、そういった人たちと遭遇したら、やっぱ TK とかあっても、あの、もう無視。うん。やり返さなくていいです。そういうのは。DM 飛んできたとかしてもね、無視でいいです。なんか自分が悪いことしちゃったとかならね、申し訳ないですとか謝、ね、った方がいいと思うけど、 まあそれ以外はもう別になんか返す必要ないと思います。はい。ってことで、まあ僕が思う、まあ民度に対しての意見でした。あのど、よければね、まあよければ皆さんコメント欄とかにね、書いてほしいな、なんて思っております。ということでね、ご視聴いただきありがとうございました。ごきげんよう。 冷めてペ、うん、現地入ってるっぽいいぞああと一人た,たやばい死ぬ えどこだああ死んだ屋根の上にいたわあわあわあばいわあ <laughs> そこそこ。 あー今壁落げた、た<い><い>そこ無理なんだよ壁オーマイガー あえー、マジおっしい！